佐藤様こんにちは、えー、この度は弊社のピアノをご検討いただきまして、えー、誠にありがとうございます、えー、AS300 のですね、えー、詳細の、えー、画像、えー、内外装の画像ですねを欲しいということでお問い合わせをいただいておりましたので、えー、このピアノの表面の部分ですねこの部分に関してはあの光の当たり具合なんかでも多少色の見え方等が変わってくるかと思いまして、えー、今回は動画でのご紹介にさせていただきたいと思います、えー、まず外装ですね ホガニーの出しというお色になってりますこの年式のピアノとしましては大変ね綺麗な状態を保っているんじゃないかなと思います特に大きな傷や汚れというのは全くございませんやはりただですねこういった金属の部分こういった部分はどうしても長い間ね空気に触れているので経年劣化でこうちょっと炎色がございますのでこの辺の部分それから まあ特別目立つところではないんですけれどもこの足の部分に1箇所打ンがございますので、まあ、こういった部分の金属の磨きであったり修正をご希望される場合は、まあ、気になられるようでしたら、まあ、プラン C をお選びいただくといいんではないかなと思いますえ蓋の上もこんな感じですね非常に綺麗なねなホガリーの木目が出ております鍵盤蓋の上はこんな感じになってますね 続いて内装の部分ですね内装もこのピアノは非常に大事に使われていたようで大変良好な状態となっておりますピアノによってはねどうしてもこういう木材の部分ですねですとかこういったフェルトの部分に結構たくさんシミがまだらに出,て出ちゃっているようなものもあったりするんですけれどもこのピアノの内装は、まあ、この年式を考えると非常にいい状態で保たれているんじゃないかなと思います こういったですね、マ、まあ、フラーフェルトとか、こういった類のものは新品に交換されると思います。またこのハンマーですね、やはり経年変化で多少変色はしていますけれども、まだまだそんなにひどい溝もありませんし、ハンマーの、ね、特別不具合も特に見当たらない状態です。ピンの部分ですねこちらも えーと大きいサビとかそういうのは出ておりませんので、えー、この部分はえ磨いてクリーニングをして、まあ、ハンマーの部分はまあ必要に応じてえお掃除とえ調整と、まあ、あとはあの表面の部分をファイリングといってここをまあ鳴らすことによってまたハンマーの性能がよみがえってきますので、まあ、そういった修理をさせていただく形になるかなと思います はい、すいません。ちょっとざっくりでしたけれども、えー、ピアノの状態のご紹介はこんな形となっております。また、ぜひ一度お電話でお話しさせて,させていただければと思います。よろしくお願いいたします。失礼します。